皆さんこんばんは、 MK です。今回もこちらスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドのチョコエッグ開封していきたいと思います。前回で30箱開けて全17種類中13種類は揃えることができました。残り4種類は猫マリオと子猫と子猫とシークレットですね。そう、子猫がピンクと青2種類あるんですよ。これがまだどっちも当たっていないという状況なんですけど、なんとか今回でどちらかは当てたいと思いますので、チャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで早速1個目開けていきましょう。これ1個目大事ですからね。ここが被っちゃうと今回は幸先悪いということになってしまいます。そして今回チョコの状態は若干溶けかけてるかなそう、前回ねもうパッキパキで取っちゃって、周りがもう粉だらけみたいになっちゃったんで、今回はちょっと溶かしておりますが、どうでしょうか。おっ、あ、いい感じいい感じ。あ、これぐらいだなんとなく上がってきた。冷蔵庫から出して15分ぐらいだったらいい感じに、開けられると思います。という、まあね、実況者しか関係ないようなことはやめておきまして、よし、じゃあ行きますよ。1個、ここで当てたい。ここ当てたらめちゃくちゃでかいです。ポン、どうでしょうか。フューリークッパですね。フューリークッパ久しぶりに引いたような気がしますけど、まあ主役級のキャラだから許してあげましょうか。これだけ真っ黒でめちゃくちゃわかりやすいですよねなんかさ、真っ黒のやつがこのカプセルから出てくると塗装ミスったんかなみたいな気がしちゃいますけども、これで合ってますね。はい、ということで1個目はフューリークッパでした。どうだ、今回さ、最悪のパターンは1個も新しいのが出ないってやつなんですけど、いやいやいや、さすがにね、10個開けたらさ、1個ぐらいは出るでしょう。確率的にどうなんだろう。17分の4当てたいとしたら、いや、期待値結構あるよね。多分半分ぐらいの確率では1個か2個当たると思います。ということで、2個目、32個目いきましょう。はい、ここ割りました。あ、完璧。待って。チョコの硬さ検定があったらマジ一級ということでいきましょう。32個目、ポン、うーわ待って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 、猫が来すぎ猫マリオが来てないのに猫ピーチと猫キノピオが来すぎなんですけど、え、やばくない？ちょっと待って、怪しい雰囲気が怪しいというか、なんか怖い雰囲気が漂ってますけども、いや、まさかね、まさか10個開けて全部被るなんてことはありえないでしょう。これでもうルイージ来たら怒っていいと思うこれでもう猫ルイージが来たら、今から古田製菓に電話かけてもまあ対応してくれるでしょう。ということで、これが33個目。あ、完璧待って、マジでチョコの硬さ完璧。よし、行きます。こんなに完璧なチョコを作れるようになった MK さんですから、もちろん新しいのが当たるでしょう。33個目、ポン、お、来た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 来ました、猫マリオ。猫マリオか。まあ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 、新しいのですね。いや、やっと来た、マジでやっとじゃない。うーわ、何個目？ 33 個目。やっぱ。はい、ということで、なんとか新しいの1個は引けました。はい、これで猫マリオ。いいですね。ちなみに去年の猫マリオが、こんな感じ。どっちも毛並みは、そうですね、ザラザラで、ポーズが違うだけという感じでしょうか。サイズ感も、似たような感じでしょう。まあ、こっちの方が躍動感はあるけど、猫と言ったらこのポーズという気もしますよね。まあ、個人差あると思いますけど、MK さんは正直こっちが好きかなみんなはどっち？ぜひコメント欄で書いていってください。ということで、猫マリオを当てることができました。これで14種類、あと3種類ですね。待って、いけるよ。あと7個あるから、2回に1回新しいのが当たれば今回でも最終回いける。当たってないのは子猫子猫シークレット。やば、え、子猫もしかして沼は子猫か。どっちが先出ると思う？子猫が2つ揃うのが先か、シークレットが出るのが先か。いや、なんかシークレットの方が先に出るような気がすんな。で、最悪のパターンは、子猫の青が2つ連続で出るとか、子猫を何回やっても同じ色ばっか出るとか、そういうのが一番やばい。もうそしたら塗ろっか、絵の具で。絵の具で塗りゃよくない？はい、ということでいきますよ。これが34個目、開けていきましょう。ポン！うーわ、え、フューリークッパ
大好きかよ。嘘でしょ。これがフューリークッパ4個目。いやいやいや、フューリークッパはでかいから1個で十分だって。なんかね、一番この中だと体長はでかいはずなんですけど、なんか一番ちっちゃく感じるよね。まあかっこいいからいいけどさ、いやでもかっこいいからといってね、何回も連続で出ていいわけじゃありませんよ。いやもうさ、もうこの箱フューリークッパはいいですからね。2個出てます。これ3個出たらやばいよね。だって10分の3が、いやさすがにないな。はい、ということで今回の5個目開けていきましょう。半分か。いやでも半分以内に1個新しいの出てるから、まあ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 調子はいいっしょ。で、まだ今回でコンプリートっていう線はありますからね。全然あるよ。可能性ある。もう最終回にしましょう。残り10個はもう個人的に開けて、あのチョコを食べるというね、そういう感じにしたいと思います。ということで開けていきましょう。これが5個目。ポン！オッケー！うまっ！今回チョコプロイ。マジで。パティシエになれるかもしれん。はい、ということでいきますよ。35個目。ポン！お！これは？これ何？ちょっと待って、ちょっと待って、これ何？いや、お前かい。お前かい。今びっくりした。なんかちょっと見たことない配色だと思ったら、そっか、ノコノコか。そう、今尻尾見えてたんですよ。尻尾が見えてて、緑、え？もしかしてなんか、シークレットかなんかと思ったら全然違いました。ただのノコノコでした。はい、ということで、やばい。待って。待って、ま、いやいや、まだある、まだある。まだ今回でコンプリートの説消えてませんからね。はい、ということで36個目。ほんとね、緊張してくんのよ。そう、前回だったか前々回だったか、私、チョコエッグの値段さ、168円ぐらいって言ってたじゃないですか。なんか、よく見たら210円でした。これ210円だよ、みんな。やばくない？ 210 円のさ、箱をさ、こんなハイペースで開けてたらさ、富豪だよ。MK さんはもう全然あのお金ないから、ほんと一個一個真剣に上げていくからね。あの、ポン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 開けてさ、あの一気に開封とかそんなね、ことはできません、私は。はい、ということで、いきますよ。36個目、ポン！うわ、今びっくりした。今ピンクの猫だと思った。今さ、ピンクの子猫が来たと思った。猫ピーチですね。猫ピーチ、ここめ。やばい。次猫ピーチが来たら、まさかのキノピオ超え。っていうかもうキノピオ、並んでるんだ今。今キノピオとピーチ並んでます。どっちが先来るか。いやもう来なくていい、来なくていい。いやもうピーチ今この箱から2つ出てますから、さすがにもう出ないと思いますけども。よし。行くよ。あと3種類だから、まあまあまあ、あと1個まで外せる。よし。落ち着け。これは外してもいい。だったら、残り3個連続で当てればいいですからね。はい、ということで、ポン！あれ？あー、ちょっと待って。これ、溶けかけてる。やばい。やばい。ちょっと今までよりも緩めのチョコでしたが、そして、うわー、たった緩めだな。緩めだけど開けられるのが、プロの MK さんなんですね。はい、ということで行きましょう。これが37個目。お願い！そろそろシークレットでもいいよ。お、あ、待って、来た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 、青猫、やりました。やばくない？はい、ということで15番、子猫。で、子猫の青ですね。待って、さっきさ、見せてなくね？これ。はい。これさっきの、1番、猫マリオですね。そして、子猫来ました、青。待って、これいけるよ。あとさ、13個あるから、シークレットとピンク猫でしょ。いける。待って、今回も50個で揃えちゃおうよ。いや、子猫だけどでかいね。大猫じゃない？若干でかいけど、この子猫。はい、ということで、わー、かわいい。猫かわいいね。うーわ。夏フューリーワールド。久しぶりにやりたくなってきましたが、はい、青子猫出てきました。これであと2種類。待って、行こうも。当てよう、今回で。あと3個あるから、もう最終回にしましょう。ということで、これが38個目。いや、わからん。まだわからん。チョコを剥がしてから振らないと MK さんはね、わかんないから。チョコ剥がせばわかるよ。はい、ここ割りまして。あ、やばい。ちょっと溶けてきたな。撮影中にちょっと溶けてきております。早めにこれ冷蔵庫に入れておかないといけませんね。はい、ということで。いや、ちょっと微妙。ちょっとなんか重い気がする。子猫ではないだろうな。はい、ということで38個目開けていきましょう。ポン！猫ルイージー。待って、やばい。何？
そんなに MK さん猫、いやこっちの猫じゃないんだよね猫ルイージか、猫欲しいとは言ってましたけど、私が欲しいのは子猫なんですよ。ルイージじゃないんだなまあまあまあ、さっきのタイミングで来てたら怒ってましたけど、今はねこれが当たってテンションが高いので許してあげましょう。いや待ってよ、やばくない？ここやばくない？もういいよ、もう猫ルイージはいい。でまだ可能性あるからね。これがピンク子猫で、これがシークレットだったらもう今回で最終回です。ということで開けていきましょう。緊張すんな。これが39個目。39個も開けてんの？1個200円だとするとやばいやばいやばいもう考えたくない金額になってきてますよこれ。待って、もうほんと勘弁して MK さん。そんなさ、チョコにさお金かけれんってということでいきましょう。これが39個目、開けていきます。お願い当たってポン。え、あー、クッパジュニアだもうクッパジュニアか。まあまあまあ、まだ1個しか当たってなかったからいいっちゃいいけどさクッパジュニア MK さん結構好きなんで、まあ2個ぐらいは当たってほしいけどね。でも複雑ということで今回でコンプリートの線はとりあえずなくなってしまいました。まあでも言うていいでしょ、言うて2個当たったらかなり好成績だと思います。まだ終わってないけどねまだ1個あるけどね。はい、ということで、プロペラ刺しまして、クッパジュニア2個目当たりました。はい、オッケー、かわいい。クッパジュニアかわいいよね。めっちゃ好き。はい、ということで、よし、ラスト、行きましょうか。皆さん、これでじゃあ、今回、ピンクの猫当てて、次回この10個からシークレットを当てると、そういう感じにしたいと思います。そしたらもう完璧でしょ。尺的にも実況的にも流れ的にもチャンネル的にも、世界平和的にももうここは完璧でしょう。ということで、よし、絶対ピンク猫当てます。マジで、マジで頼む。マジで、古田製菓さん頼んだ。ここでピンク猫出たら、伝説のパートになる。伝説の実況、あ、危ない。チョコがちょっとフィギュアに落ちてしまいましたが、 MK さんここでピンクを当てて伝説の実況者になりたい。チョコエッグが実況なのかは分かりませんけども、まあそういう細かいところは置いておきまして、いくよ。待って、フローまず、あ、待って、ある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 あります。皆さん申し訳ない、あるわ。あ、ある。これさ、普通なんか中ぐらい、そう、パックンフラワーまでちっちゃくないし、いや、これよりは、で、ちっちゃい。あ、来た。ごめん、来たわ。ピンク猫来ました。いきます。40個目じゃねえ。40個目か。40個目。開けていきましょう。ポン！うわー、違う。マリオだ。ここに来てマリオ。なーに、ちょっとムスッとしてんの。ムスッとすんのは MK さんだって。これさ、ギガ猫マリオもさ、こっちのマリオもムスッとしてっけど。やば、ちょっといや、まあでも今日、あれどこ行った？あったあったあったちょっと今カメラ見ながらだからさ、マリオの顔どっか行ってしまいましたが、いや、まあ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 って感じ。どう思う？まあここまで来れば新しいの2個当たったらいい方か。ということで残り10個になってしまいました。これで当たらなかったら買い足し。いや、やばい。これさ、これで当たんなかったら年越すからね、普通に。年越したくないんだよな。2021年で終わらせたいですけど、まあ、とりあえず、今回はこちら、猫マリオと子猫の青当たりました。よーし、じゃあ次回なんとか子猫のピンクとシークレットを当てて最終回にしたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価をして、次回もお忘れなくご覧ください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。